あのね、あの枠に並列に止めるんだって、これも。はい、ストップ。山賊焼きです。じゃあ、すごい。今日ちょっとガッツリメニューだね。すごいね。美味しそうだね。あとカレードリアも。うん、すごい。美味しそう。ガーリックトースト。ガーリックトースト。明日臭いよ。明日臭い。うん。狭いトレーラーで。本当だよ。まあでも2人で食べてるから分かんないね。匂いは。まあそういうことですよ。そういうこと。ささみのキャベツ煮込み、胸肉のロースと、お誕生日ケーキまであるよ、要予約。すいません、ワンコのささみのスモークを2つください。はい、同じものにソーセージ入り。あ、YouTuber のみこちゃん。たった今、声かけられたね。ワンコとトレーラー泊のみこちゃんって。ね、けんちゃんもうお眠いの。ほらちょっともう眠いんだよこの人。ああニコちゃんはとっくにもうね、なんか入ったね。水平でも全体的にこのトレーラーって後ろが下がってる気がするんだけど、今日暑いかもね。これだと 23.4 度なんだけど、おお、湿度は、湿度が高いね。 77% 高い、うん、スナックアキコじゃない。今日は、うちは濃いめのハイボールしかできないのでスナックは結構濃い、全部濃いめなんでしょ。全部濃いめ、濃ってやつ。トニックウォーター、ごめん、ちょっと気合してんの。スナックアキコ的な返事だね。うん、気合しちゃってんだよね。なんでそれ、なにタバコ焼け。ちょっとバーっぽくない、バーっぽい。食事は美味しいし親切だし、お手洗いも綺麗だね。綺麗。大きなトレーラー止められるのかな。難しいね。ムーバーがないと無理だよね。うん、長さを言う、あの聞かれるから。7メートルとかあったらここの枠から出ちゃうでしょ。そうだよね。小さめのトレーラーで、うん、もしくはバンコンとキャブコンと車中泊の人ね、普通の。だともうパーフェクトじゃない。ね、奥さん感じいい人だった。そう、ね、カフェで8000円。居酒屋使いしたからだよね。何で飲んだね。来週の連休どうするっていう話。お誘い受けたのね、申し訳ないね。ねえ、我々がお誘い断るなんてありえなくない。ありえないよ、基本はさ全部受けるからね。もしかして天地会ね。あとトレーラーが結構調子悪かったじゃん。そうだね。初めてじゃない？あげたかしら。柔らかいかな。どう？うん。美味しい。美味しい。うん。いいね、朝カレーは。朝からカレーって。渋滞なくて。スイスイだね。スイスイ。渋滞ないのは午前中に着くかな。11時35分着になってます。はい、車少なくてガラガラじゃない。ガラガラだね。
ファンな。この後はお好み焼きやります。はぁ、あ、本場の許さない焼き食べたいね。うん、ほぼキャベツのお好み焼き、この梅は最高の梅です。さっぱりしてるでしょ。うん、まだ